なんでわざわざ行くんですか？このサービスは新しいスキルで顧客との俺、午前中も顔を見て話しましたよ。消費者とダイレクトに、うん、知ってる、話してたよね。だったら、なんで？こんにちは。なんかさ、顔は見てるけど、背中は見てないんじゃないかと思ってさ。え？背中。それは、青いカロリーメイト。はい、青い後輩。さっきのあれもう一回教えてもらっていいですか？背中のやつ、なんかめっちゃいいこと言ってたじゃないですか。心に刻む。バランス栄養食、カロリーメイト。俺、ちゃんと顔を見て話しましたよ。知ってる。だったら、なんで？顔は見てるけど、背中は見てないんじゃない？それは、青いカロリーメイト。ほい、青い後輩。金子餅っていうのがあるんですけど、 あります、ね、あ、これか、これが金子餅、あ、そうかこれがあるってことだ片手で全部収めちゃうっていうさっきのあれ、もう一回教えてもらっていいですか？背中のやつ、ここごめんなさい。カット言ってたじゃないですか。はい、カット。カット。金子さんと大島さん、撮影終了となります。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました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 。それではよろしくお願いいたします。お願いします。まずは撮影を終えていかがでしたでしょうか。今日の感想をお聞かせいただければと思います。千葉県は銚子に来ました。はい、キャベツ畑で、はい、綺麗なロケーションの中撮影して、はい、とても貴重な経験をさせていただきました。はい、楽しかったですね、はい、すごく昨日は風が強かったみたいなんですけど、で明日は雨予報っていうので今日はもうドンピシャに晴れて撮影日和だったので持ってますね。いや、さすがです本当に良かったです。こんなに気持ちのいい天気の中で撮影できて本当に良かったです。それぞれ先輩と後輩という役柄だったと思うんですけれど、何かこう役を演じる上で工夫した点などありますか？松本さんとか。工夫した点というのは特にないんですけど、まあ、年齢も離れてますし実年齢っていうのも離れてますし、まあ、でも先輩だからといってすごくこう先輩ぶるっていうのもなんかちょっと恥ずかしいなとは思いながらも、でもこのカロリーメイトの CM の中でのセリフというものがすごく素敵だなと思って、顔だけじゃなくて背中も見てねみたいな、見ようっていうそういうメッセージというものがなんか今現代社会にもなんかもっと深く掘り下げたところで通じるものがあるなというふうに思って、うん、なんか私の心にも響きましたね、うん、そうですね、
当今おっしゃった通りすごい僕も思いましたし、やっぱりなんか僕はこう後輩役で、うん、仕事もまあこなれてきて、でも見落としてる部分がたくさんあって、こういうね田舎に来てなんか感じるものがあって、だからどっちかというと僕はしっかり受け取る側なので、だからこう身近には気づかないところでいろいろすごく大切なことがいっぱいあるから、なんかそういうことを作品この CM を通してなんかすごく気づくことがとても多かったなって思いましたね、はい、今お話にもありましたように、あのこの CM のテーマはその背中を見てあの学ぶっていうところが一つあると思うんですけど、あのご自身が今のお仕事のこう面白さとか深さみたいなのを知るきっかけになったそれぞれの先輩とのエピソードみたいなの何かありますか？先輩のとのエピソード、そうです、あります。いやただ背中を見て勝手に感じてます。そのエピソードとかはまあなんかあんまりエピソードっていうエピソードはあんまないんですけど、勝手になんかそのこうやった方がいいよっていうよりも勝手に受け取って、あ本当に背中を見て学ぶことは本当毎回現場でありますね。いろいろ先輩の姿見てると、なんか今回の大島さんもそれこそすごく感じました。私からもですか？めちゃくちゃ感じました。本当ですか？ありがとうございます。いやいや、どんなところを、なんだろう、すごいなんて言うんだろう、緊張させないように気さくに話しかけてくださったりとかなんかすごく緊張するんだろうなと思ったんですけど、すごく接しやすくて、なんか本当こんな会社にこういう先輩がいたらきっと仕事も楽しいんだろうなって演じながら思いましたね。嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。先輩ありがとうございます。本当にそれぐらい感じました。橋本さんいかがですか？そうですね、まあ、私もその普段お芝居でお仕事している時とかにたくさんいろんな先輩方とお仕事させていただきましたけれども、やっぱ一番すごく尊敬して、あこういう先輩になりたいな私もって思うのは、何事にも柔軟性がある先輩で、対応力だとか監督からの演出だとかにすぐさま咀嚼してこう放出できるような、そういう人っていうのはやっぱ素晴らしいなっていうふうに思うので、なんかそういう意味では、まあ、今回もそうですけど、視野を幅広く持っているっていうことはとても大事だなと思うし、そういう先輩というか、まあ、先輩というかそういう人間に憧れるなっていうのを改めて思って、自分の中でもいろんな先輩が思い浮かびましたね。ちなみに大島さんはあのグループに在籍されていた時など、後輩の皆様も多くいらっしゃるかと思うんですけれど、はい、その後輩に見せる背中的なものでちょっと意識されたこととか、そういったことありますか？見せ方みたいなところで。そうですね、当時はきっと多分自分に厳しくて人にも厳しかったんですよね。でもそれは多分人に言えるように、人に言えるようにとか人に言うにはやっぱ自分がちゃんとやってなきゃいけないっていう、だから一番自分に厳しくしとくっていうのは意識としてやってたかなとは思いますね。めっちゃいいこと聞けましたね。今はもう全然何もやんないです。もう。カロリーメイトはですね、進もうすべてを栄養にしてっていうのキャッチコピーがあったりするんですけど、お二人が日々仕事をする上で栄養にしていることとか大切にしていることは何かありますでしょうか？そうですね、ただバランスはやっぱ心がけたいなと日頃思ってるので。バランス、はい、例えばタンパク質とか。あ、そっち本当の栄養素の方だ。はい、でもやっぱ一番は心の健康、心の栄養が大事だと思うので、楽しく生きるですね、好きなもの食べてみたいな。うん、大事ですね。
大丈夫ですか？なんか言い残してそうですけど。いやいや、なんかあんまうまく言えなかったな。いやでも大事ですよ、心の栄養が一番大事だと。そうですね、私も心の栄養だなと思いますね。なんかその仕事をする上で、なんかこう私たちの仕事って急にギアを変えたりするじゃないですか。だから普段使わないエネルギーを使ってたりとかするので、そのためにもやっぱ心の栄養を保ってないと、保つが蓄えてないとなかなかギアがかかなくなかったり、まあ、皆さん多分どんなお仕事の人もそうかもしれないんですけど、だからまあ小さいことでも嬉しかったこととか幸せに感じることとかをすごい拾い集めて栄養にしてるっていうような感じですかね。なるほど。